無職転生、異世界行ったら本気出す、生特番でも本気出したい。はい、皆さんこんばんは。テレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出すでルディことルーデウス・グレイラットを演じております内山由美です。よろしくお願いします。そしてはい、皆さんこんばんは。エリス・ボレアス・グレイラットの声を担当してます角間愛です。よろしくお願いします。うわー、お願いします。真っ赤ね、真っ赤ねいい感じに。はい、はい、ということで、この番組はテレビアニメ、うん、無職転生異世界行ったら本気出すの不定期生配信番組の第4回目となっております。はい、その名も、はい、生特番でも本気出したいと。はい、うん、そうなんです、はい、この生特番自体は、うん、今年の6月以来で、なおかつ第2クールが始まってからは初ということで、はい、お久しぶりの方も多いんじゃないかなと思うんですけど、ただあの2クール目が始まる前にね、あ、特番はね、はい、やらせていただいたんですけれども、皆さん見ていただけましたでしょうか。ね、ね、すごい、本当にあれはさ、生放送じゃないからさ、うん、ああいう形ですごいいい感じに編集していただいて、ね、めっちゃ撮ったのよすごい、そう、もう喋りたいこといっぱいだったからね。そう、止まんなかったんですけれども、あの形になりました。そうなんです。なので今回はですね、このデッドエンドのメンバーから私たち2人で、はい、お届けしたいと思っておりますので、よろしくお願いします。はい、そして、うん、まあ、本気出したいとは言いつつもね、うん、ゆるく楽しくとかって言いつつ、ただ本当に盛りだくさんなんです今日。そうなんです。だってすごい熱い回があったばっかりだから語りたいこといっぱいあるんだよね。いや、そうなの、うん、だって本当はもうコメントをね、皆さんいつもしてくださってるから、拾いながらいっぱいお話ししたいなと思うんですけれども、うん、はい、とにかく盛りだくさんなので、みんなでね、いろいろこう感想だったりを共有して、うん、はい、楽しい回にできればと思っておりますよ。はい、という感じで、うん、まあね、盛りだくさんなんで、こう進行なんかも大変だったりと思うんですけれども、やってらんないから任せちゃおうよそうなんです。もうね、この生配信といったらこの方です。お願いします。はい、皆さんこんばんは。お久しぶりですって書いてありますね、台本に。はい、確かに、テレビアニメ、うん、無職転生異世界行ったら本気出すの制作委員会から、今回も番組のお手伝いとして、指名されました、天の声ならぬ宣伝の千の声でございます。よろしくお願いいたします。千の声さん、はい、どうも。あのね、コメントでいろいろあるんですけど、杉田さんでなくてごめんなさい一般人です。よろしくお願いします。一般人頑張りますんで、よろしくお願いします。宣伝の方です。お願いします。よろしくお願いします。頼りにしてます。はい、というわけでですね、第2クールもおかげさまですごく本当に、大反響いただいております。本当にありがとうございます。ありがとうございます。はい、リアニメストやニコニコではですね、うん、ウェブ最速で地上波同時配信もしてるんですが、なんと、はい、ニコはアニメ今期ランキングでもですね、うんうん、1位取ったりとかですね、いろいろ本当に反響がすごくて、しかもさっきお二人も話ありましたが、はい、もう16話17話の反響がすごかったっていうのもありました。よかった、最高でした。ありがとうございます、はい、なのでこの話をですね、後ほどたっぷりしていきたいと思いますので、はい、その前にですね、先月末、10月30日はですね、内山さん誕生日おめでとうございました。ありがとうございました。いや、もう盛りだくさんだって言ってんだから、そんなもういいんですよ、もう前の話ですから。大食いのメインコンテンツが今終了しました。嘘でしょ。違う違う違う違いますよ、みんな帰っちゃうから。こんなことコメントがすごい。ありがとうございます。いや、でもね、あの無職転生の公式ツイッターの方でもね、うん、なんかお祝いしていただいて、なんかすごく嬉しかったです。本当にありがとうございました。はい、はい、というわけでですね、本日はこちらの、お二人の方で、お届けしていきますが、ニコニコ生放送と YouTube ライブ東方アニメーションチャンネルにて、同時配信しておりますので、はい、そしてですね、ニコニコ生放送の方ではニコニコプレミアム会員限定で、こちらの特番本編終了後に、うん、またスペシャルコーナーご用意しておりますので、もしよろしければそちらの方にもお付き合いいただければと思います。お願いします。はい、します。ではですね、それではそろそろ番組のタイトルコールをお願いいたします。はい、無職転生異世界行ったら本気出す、生特番でも本気出したい、スタート。現世から異世界に転生した無職引きこもり男を待つ壮大な運命とは。テレビアニメ無職転生異世界行ったら本気出す、ブルーレイ第3巻2022年1月19日発売。はい、
はい、というわけでですね、まずは久々なのでというか、はい、まあ、あの6月以来なんですよね、生配信は。確かにあの9月にも、ね、第2クール放送直前特番ありましたが、うんうん、というわけで、まあ、久々の生配信ということで、うん、無職転生がどんな作品なのか、そちらのご紹介をお二人からお願いいたします。はい、原作はですね、理不尽な孫の手先生によるライトノベルです。イラストを担当するのは白鷹さんです。2012年から小説投稿サイト小説家になろうで連載開始。以来絶大な人気を誇るナロー系ラノベのパイオニアであり、幅広いファンを獲得している当ジャンルの代表作となっています。2014年から MF ブックスにて書籍化され、最新の25巻が第2クール放送直前の9月に発売になりました。そして2021年1月待望のテレビアニメ放送開始。第1クールが大好評のうちに放送を終えまして、ついにこの10月から第2クールの放送がスタートいたしました。はい、またコミカライズも大人気でございまして、はい、月刊コミックフリッパーにて好評連載中でございます。期間15巻ですね。そして今月末には待望の最新16巻の発売も決定しております。はい、ちょっと複雑な感気持ちで読んでるんですけれども、見てる方はね、ね、そうなんです。その他スピンオフ作品も多数連載中。さらに無職転生ゲームになっても本気出すが好評配信中となっております。はい、ありがとうございます、お二人。はい、そうなんですね、アニメーション制作を手を挙げるスタジオバインド、はですね、ホワイトボックスとエクファームさんがタッグを組みまして、無職転生のために新たにですね、設立したアニメ制作会社で、そしてテレビアニメを、制作、そして、お届けしているというところになっております。そして、まあ、原作やコミカライズ、本当にあの、そしてゲームですね、含め、あとグッズも本当にたくさん出て、いろんなメディアミックスをですね、展開をしている無職転生でございます。はい、はい、というわけでですね、先ほどオープニングもありましたが、はい、第2クールまだ始まって、12話からスタートして1ヶ月ちょっとなんですけども、はい、やはり今日盛りだくさんなコーナーが目白押しなので、ね、久しぶりだしね、はい、はい、ババッといっていきたいと思いますが、まずはこの第2クールのですね、うん、第12話から、そして先週放送の第17話までをですね、振り返っていこうというふうに、思っております。はい、はい、ではですね、まずはこちらの第2クールのスタートとなりました第12話、ご覧いただきましょう。どうぞ、はい、こちらですね、出ますかね、画面から。ちょっと懐かしい感じにもなってしまいますね。本当、ね、懐かしいですけれども、こちらのサブタイトル、うん、マガンを持つ女ということで、はい、まあ、やはりこちらですね、うん、あのにこやかな笑顔を正解ます、ね、そうなんです。はい、はい、こちらの港町のウェンポートに到着したルーデスたちなんですけども、うん、まあ、あの実はルイジェルドがスペルゾ族ということで、うん、なんと渡航費用が恐ろしく高い、請求されてしまう、うん、恐ろしい、ルールというかありまして、はい、というところ、まあ、その夜資金不足どうしようかなという中、このキシリカと、はいはい、出会いましたね。そうですね、はい、もう実際にあの特番やらせていただいた時にも映像で出ていただいたりとかも井口さんしてましたけど、ね、井口優香さんですね、シリカさん本当もぴったりすぎてそうだ、登場があんなに濃いキャラだと思ってなかっただろうからね、みんな。そうですね、なんかあの出方が今までの無職転生のアニメにはない出方でしたね、はい、なんか本当にそうですね、テンション感も含め、うん、作品変わったかなってぐらいすごいカット割りが、うん、半端なくて、ね、そうなんです、うん、でその出方という話がありましたが、はい、実はあの無職転生テレビアニメの、まあ、公式ツイッターでの、 あの宣伝企画の一つなんですけども、うん、毎週毎週毎話のですね、名シーンどれですかと、どれですかねっていうアンケート企画をやらせていただいております。あ、されてますね、まあ、あの3つほど選びまして、その中から、ツイッターフォロワーのですね、ファン視聴者の皆さんの方からご投票いただいているんですけども、はい、その1位をいつもツイッターのまた動画でそのシーンをアップしてるんですが、はい、このマガモス女のせっかくなんで1位を取りました。そのキシリカ登場シーンをですね、ちょっとご覧いただきたいと思います。濃いですもんね。はい、よろしいですかね。それではどうぞ。セリフ。はい、すごい。キシリカの、はい、登場シーンいただきました。いや、もう今ちょうどその12話の台本、うん、その部分見てたんですけど、はい、半ページにわたってあの今の自己紹介の部分にあてがってましたね。すごい、そのぐらいこう、ね、しっかりと言っていく感じが。そうだね、ね、じゃあ間の後に星印がちゃんとある、うん、あ、しっかり入ってありますね、かそう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 、もうそのぐらいあのボリューミーに描かれた登場シーンで、ね、ー、そのまあキシリカから、マガンをですね、はい、ルーデスを授かるというか、まあ、与えられたというか、そうですね、ちょっとまあ、あの
一歩先の未来が見えるというかね、予見眼を、本当予見眼が、はい、与えられたわけなんですけど、与えられ方すごかったですね。物理的なんだね授けようじゃなくて、ね、もうそりゃ絶叫するわという感じ、植えられるんだ植えられてましたね。そうですね。ただでもすごくあの12話は2クルメ初めての話数っていうこともあったんで、一番最初にね、さっきあの台本お互いチェックしてる時に思ったんですけど、うん、一番最初のアフレコの段階で成長したので年齢感をもうちょっと上げましょうみたいな話は、うんうんうん、あったの覚えてます。ちょっとした変化がね。そうなんですよ。そういうのをこう節目節目でちゃんとこうスタッフさんから指示いただけるので、その都度、はいはい、成長してやってます。実はまあルーデスのね、本当にあの幼年期というか生まれた時からのまあ成長端でもあるという注文かなと思っております、うん、そういう演出も、はい、見どころかなと思っております。はい、はい、で続きまして13話いきましょうかね、うん、はい、はい、はい、出ました。すれ違いですね、はい、これ どちらかというとロキシーサイドのお話というか、まあ特番でもお話が出てました、うん、はい、小原さんがちょっと曇った目表情がね。そうですね、はい、歩くんっておっしゃってましたからね、はい、エリナ・リーゼさんが思います、ね、もう驚きのシーンがありましたけども、あ、これね、まあ、ロキシー確かにあのデッドエンドとは違うパーティーというかね、はいはい、でもあの当時あの発表されたそのキービジュアル、第2クール目のキービジュアルのなんか意味がこう伝わってきたというか、はい、12話で、うん、あ、ロキシー、あ、久しぶりみたいな感じで思ってた人たちが13話で、あ、こういうことねってつながる、うん、なんか2話にわたって、うん、あ、こっちサイドとの違いが見えて、ね、ね、面白い演出だなって。いやだってエリスとルイジェルドさんちょっとニアミスぐらいな感じで、ね、ね、そう、あ、まあ、気づかないっちゃ気づかないだろうけど、そう、こう見てる方からしたら ね見てる方はもはーって。確かにあのルーデスはね、名前を間違えられて覚えてる、覚えられてそうですね、はい、ルージェルドって言われてましたから、そうでした、そうでした、はい、で、その中で、うん、まあ、密輸組織のガルスと取引をして、まあ、要するに、渡航費用の、ね、問題をまあ解決すべきというか、うん、いうところで、うん、まあ、獣人 の事件というか密輸に、うん、そこにまあちょっとそういった仕事をするというかね、はい、いうところが、実は13話でございました。その中で、14話に行きましょう。次こちらです、うん、はい、はい、ただより高いものはないということで、うん、これはまあ、第2クール始まって、まあ、最初のアクション回というかバトル回でしたね。熱いバトルでしたね、うんうんうん、どうでしたか、この捉えられたルーデスを演じられていて、いや、あの冒頭ですよ、冒頭の某リフォーム番組かなっていうようなのナレーション何を見てんだろうってぐらいねでもなんかあのナレーションもそうですし、あの BGM もだいぶ攻めてるなっていう、なぜこれが本当に皆さんいろんなところに方面に対して本気を出しているなっていう感じが攻めるどこまで行こうみたいなね物件紹介というふうに言われましたけども、そうなんですね。そうなんです。でまた描写がやっぱり相変わらず本当に美しいので、うんうん、私あのいろんなところで言ってるんですけど、虫が苦手なんですよ、うん、その虫一つにしてももうめちゃくちゃリアルに描かれてるからそこの本気度合いにうってやられたそうやってしながらも、はい、見入っちゃいましたね。はい、でそこでまあ出会ったのはギースというですね、はい、まあ、大事な魔族が出まして、うん、そこでまあちょっと実は新人すごかったですね。あそこのまあやり取りも面白かったですね、いや、そうですね、あのギースとのやり取りっていうのもやっぱりあのその前からそうだったんですけど、こうエリスだったりルージェルドとかと一緒にいるルーデウスとはまたちょっと違うと言いますか、特にそのギースとのやり取りっていうのは割とこう前世男がこう割と前に出てるような感覚で、あの口調だったりとかっていうのも今までにない感じだったので、うんうんうん、それはすごく演じていて新鮮でしたね。なるほど、うん、はい、そしてまあそこにですね、実はあのまあ密輸組織が一段が襲いかかってきて、うん、まあ、はい、それもあってのまあ脱獄ができたりとかっていうのもあったんですが、うん、そこからまたバトルが、はい、壮絶なバトルが始まりというところで、はい、まあ、ルーデスが本当にまあ奮闘をするというか、ギース、うん、そしてあの聖獣様と一緒に、あ、そうですね、いや、あの聖獣様可愛すぎて、すさまじそう、ね、でまた演じてる大地洋ちゃんがもうリアルすぎて、怖いよね、女性がやってるんですよ。そうなんですよ。どういうことですね。ね、であのこう聖獣様もちゃんとこう喜怒哀楽というか、ちゃんとね細かく表現されてるので、そうですね、うん、それがまたね本当プロだなって思いながら、あの可愛さでちょっとした誤解が生まれてっていうところがあるんだけどね。そうですね。すいません。ちょっとしたなんかあの誤解性癖みたいなのがありましてっていうのがあったんですけども、はい。はい、そしてあのまあガルスたちをですね、はい、撃退をし、はい、そしてまああの獣人のまあ、メンバーというか、獣人族の方から
誤解をしていても本当に申し訳ないと、はい、ごめんルーですと言うと、もう和解したのがこのラストでしたね。和解の仕方が良かったですね。お腹をこう、お腹を見せる。かわいい。ちょっと衝撃的な感じでしたけれども、でね、オープニングがあんなゆったりしてたけど、はい、終わりにこうなんかエリスがこう笑顔で終わったかと思ったらおじい様がっていう。そうですよ、ね、ね、あのほんのギャップがすごかったですね、落差というか、ここで終わったみたいな。いや、またその直前のエリスの可愛い素敵な笑顔が ね、 ねあってね、そう、もう壮絶な振りみたいになっててちょっと辛かったです ね、 ね、いや、きっとご覧くださってる皆さんも同じ感覚だったんじゃないかなと、ね、おじい様ってなって終わった週でしたね。はい、そしてですね、そのまあエリスとしては、次の注目の回がありました、15話ですね、ドルリア村のスローライフになります、はい、ここではね、あの、実はあの獣人の、男性ですね、がギュエスがギレーヌの兄であったと、はい、そうなんです、実はつながっていて、と、あの、エリスが感情をトロするシーンというのはすごく見応えがあったと思うんですが、いかがでしたか。いや、もう苦しかったです。こう台本いただいて、まずト書きに書いてある、その心理描写とか動きとかでもうすでに泣きそうになって、エリスポロポロと泣き出すとか、なんかこうポロポロとってもう抑えられないものっていうのがすでにあって、で映像を見たらもうあんなにこう感情を爆発させて、いろんな人のなんか会議っていうか、どれぐらいを見せればいいのかなっていういろんな考えがこうギュッと伝わってきて、でもうこれはこっちは考えずに、そのみんなさんが作り上げてきた、あ、エリスの気持ちっていうのを乗せたらいいんだなって思って、割とも自然にできちゃうシーンで、すごいなんか不思議な体感だったなっていう印象が強いシーンですね。でも着実にこう心も成長しているんだなっていう感じが、本当にこの15話はなんかそのエリスのね、なんかルーデウスがあの感慨深そうに見てましたよね。いや、お姉さんしてたもん。そう、教えるっていうね、そうエリスが人に教えてあげるっていう理由もやっぱギレーヌのおかげでっていうのがあるから、そこでまた感情が爆発する理由もわかるしっていうので、なんかいろんな人の気持ちが混ざりつつ、やっぱルーデウスが言った人は変われるんですっていう言葉が本当にそうだなって染みる。あれは染みるよね。そこは染みましたね、本当に、ね、いや本当に。でもすごくそのギュエさんたちもね、本当にいい人たちで、ただもうそう、さっき触れるの忘れましたけど、もうあのしれっと獣人語が出てますから。そうなんです。そうなんです。はい。そうなんです。話をね、新たな言語が。そう。で、この15話の後半、あのトーナとあのギュエスの2人のシーンは、もう結構長丁場にわたってあの2人だけのシーンだったんですけど、もうなんかずっと獣人語でしか喋らないからなんか外画を見てるからみたいな何が始まったのって思うけど、やっぱ雰囲気とか映像とかみんなのニュアンスで、ね、伝わるものがあって、よりちゃんとその世界観がかなりこう説得力がやっぱあるなって、感じしましたね。はい、そこで、まああの、その中でもね、エリスがミニトーナに剣術を教えたりとかというのと、そしてあのギレーヌの、今の様子ですよね、まあ、別れてしまっているけれども、今の様子をギュエスに教えて、やはりその中でもギエスの中でもギレーヌへの印象が変わったりとかで、本当になんか悲しい別れではあるけど、すごく気持ちのいいというか、本当になんか抜けた気持ちというか、本当に明るい気持ちになるような別れの最後のシーンだったかな。そうですね、はい、きちっと和解できて本当に良かったよ ね、はい、というわけで15話までを、振り返っていきました。はい、そして、来た、先ほどからですね、何回も、お話を再開しておりますが、はい、第16話、はい、親子喧嘩、そして、第17話、再会を振り返りたいというふうに、思っております。いやー、すごいな。はい、じゃあどうしましょうね。これは実はですね、はい、お二人からお話を伺う前に、はい、まあ、言ってしまえばこれはもうルーデウス演じる内山さん、内山さんが演じているルーデウスの、はい、と彼とのドラマが、あのお方とのドラマがありましたが、はい、そのあの親父さんを演じてらっしゃる、はい、あの方のインタビュー動画、はい、要するに今日ですね、実はあのお越しいただけなかったんですけども、はい、あの方も語っていただこうということで、うん、インタビュー映像をご用意いたしました。インタビュー、まずはこちらをご覧いただいてから、お二人のお話も伺いたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、それではどうぞ。皆さん、こんにちは、こんばんは、おはようございます。ということで、テレビアニメ無職転生でパウロ・グレイラット役を演じております、声優の森川俊之です。そして、ね、内山さん、それから角間さん、
元気ですかということで、そちらに気持ちだけは言っている森川俊之です。よろしくお願いします。パウロを演じる上で心がけていたのは、剣士としては、とても腕の立つ、剣士じゃないですか。その自分の ブエナ村でしたっけ、村をこうやっぱこう束ねて、しっかりとこうまとめ上げているっていう、どちらかというとこう、体育会系で、ぐいぐいとこう、いろんなものをこう背負って引っ張っていくっていうイメージと、あとは家庭人として、とってもなんかこう明るくて、なんかこう親近感が持てて、爽やかで、それで言いながら顔も2枚目でね、奥さんもとっても綺麗、もう全てが手に入っている、キャラクターで、そういう意味でこう演じる上ではなんかこう楽しくてしょうがなかったですね。で、こういったキャラクターでやっぱこうね、一つこうね、難点があるとすれば、彼は、女癖が悪いというか、女性関係がとってもだらしないっていう、これがですね、本当にこう後々いろんなところでこうね、物語ストーリーの中でもエッセンスとして入ってくるので、そこと、こうしっかりとした剣士としての部分っていう部分でなんかこう、コントラストがつくように、ちょっとこう演じ分けながら、いきました。主人公のルーディ、もちろんその上にあるのは転生する前の、杉田君が、心の声をやっている、男がいるわけじゃないですか。で、彼よりもパウロって実際には若かったりとかして、そういうところではこうモノローグがこう上から年下をもう見るようなこう、こう喋りだったりとかするんで、こう足りない部分とかそういったものがちゃんと明確にこう、男のナレーションというか語りによってこう指摘されてて、こうそういう意味ではね、こう僕が演じる、スタジオで演じてても、やりやすかったりやりにくかったり逆にこう男の語りでパウロをうまくこう演じることができたりとかはしましたね。そうですね、今回の16話17話を演じるにあたって、まずこう第一クールの幸せなルディが生まれてから、もう村を出るまでの、その何かこう子供の小さい子供の成長みたいな、もちろんこの、魔法を、こう使うものにこう長けている部分では、パウロ的にはね、とってもこうジェラシーみたいなものとか、すごいっていうようなものっていうのは多分相当あったと思うんだけれども、父親として、しっかりとこうその成長過程みたいなものを見せられたかなというふうに思うんですけど、まあ、とか、なんかこう武将ひげも生やして髪もボサボサだし、もうやつれちゃって、もうこう爽やかでぐいぐい引っ張って おちゃらけた部分が強かった彼が全くそういったものがなくなって、時の流れを感じさせるっていうお芝居っていうのは一番大切にしましたね。やっぱりこう父親としてこう息子が無事に五体満足で再会できたっていう喜びよりもけれども、決別ぐらいのすごいひどい、話数だったりとかしたので、そういう意味では17話のそのいわゆるなんかオープニングが好きでしたね。17話の物語で本編では描かれなかった、彼が転移してからの、ノルンと一緒にこう村を探したりとかみんなを探したりとかしていわゆる捜索団作っていく中でのなんかこうオープニングだったので、あれがとっても僕の中では良かったなというふうに思います。16話でダメダメなパウロを
演じてファンの皆さんにパウロはダメじゃないかと多分相当お叱りを受けながら、こうだいぶこうね、ファンの皆さんには、心配とご迷惑をかけたと思いますけれども17話で無事に、まあ、みんなが羨むような親子関係でいるのかなというふうに思います。はい、ということで第16話17話をご覧いただきまして誠にありがとうございます。これでですね、パウロもそして、ルディも仲直りして父と子の絆がですねより今まで以上に固く結ばれて深まったのではないかなというふうに思っております。もう本当に心配ないんじゃないですか。さてですねこれからはですねまたルディが旅立っていきました。エリスとともにこれから先どんな旅になるのかいろんな困難とかねいろんなものがねこう降りかかってくると思いますけれどもぜひ皆さんと僕もですね一緒に応援していきたいなというふうに思いますので今後とも無職転生をよろしくお願いします。楽しんでくださいね。以上森川俊之でした。インタビューをお届けいたしました。本当にたっぷり語って本当に本当に見入ってしまいました。ではですね、16番の場面写真ちょっと出しましょうかね。まずは窓を、出しましてお二人からもお話を伺えればと思いま ますかね。はい、はい、ルーデスと、まあ、エリスそしてルジェルドが、こちらミリシオンというですね、首都にたどり着きまして、そこで、まあ、ルーデスが街を散策している中でなんと子供がさらわれているゲームで暮らすというところなんです。そうですね。まあ、ちょっとあの場面写にもありましたけどもちょっとあのパンツをかぶってですねいうなんか戦うんですがそれが実は、はい、この人だったと。ちょっとマイクが遠いみたいで。マイクが遠い、はい、ちょっとだけもう一回今の話千の声です聞こえますかね皆さん。聞こえますか。あ、直ったみたいです。よかった。ごめんなさい、戻ったって。ボンミスです。はい、今16話のお話をね振り返っておりまして、はい、すいません、ありがとうございます。失礼いたしました。というわけでですねその16話の中ではそのパウロがもう本当に、今これ場面写出てますね、変わり果てた姿で、ね、ルーデスが出会いましたが、で先ほどのあの喧嘩のシーンもありましたけれども、あの結構そのこの16話17話は本当にこのアニメ化する際にあたってその理不尽な孫の転生、特番でもね、内山さんの方がコメントをご紹介いただきましたけど、はい、第2クールだけではなく全体の、見どころというふうに挙げていましたがこの話のまず収録にあたってどうでしたか、はい、それを収録した際の現場のご自身の気持ちであるとかどういうふうに演じるとかっていうのが、やっぱりあのいずれこの話はやってくるっていうのは事前に分かってはいたのでやっぱり気合というかその森川さんもさっきお話しされてましたけどやっぱり以前のグレーラット家でみんなでいた頃のパウロと違う姿っていうのもそうですしルーデウスはルーデウスでルーデウスなりにここまで旅を続けてきて成長してきたっていうところを見せないとなっていう意識があったので、なのでよりそこは意識したなっていうところはありますね。実際僕の中で印象的だったのがルーデスがもうパウロにまず殴られその後まあ喧嘩というか本当に魔法を使ったりする喧嘩をしましたけども、口調が普段のルーデスと変わりましたよね。そうですね。あの時もなんか俺って多分ルーデスとしてはなかなか言わない一人称だったと思うんですけども。あ、そうですね、まあ、そのさっきちょろっと言ったそのギースとかとのやり取りの中では割と俺って言ったりとかもあったんですけど、まあ、それよりもまたこうやっぱりルーデウスはルーデウスなりにここまでやっぱり何よりそのエリスを故郷に返してあげなきゃいけないっていう責任感だったりそこからスタートした旅だったものがいろいろなことがあってここまですごくこう簡単にいかなかったことを彼なりにこう失敗をそれなり繰り返しながらここまでやってきたっていうそこで再会したパウロに対してルーデウスなりにああいう旅の物語をこう話したっていうのがあったのでなんかそこでこう
うん、頭ごなしにやっぱりああいう言われ方をしてしまった時の歯がゆさだったり、やっぱりこうグレーラット家でみんなで仲睦まじくいた頃のなんかあのパウロとのやり取りとはもう全然違ったものになってしまっていて、で何よりあの酒場では誰もルーデウスの味方になってくれる人がいないっていう、なんかちょっとそれは本当に私も実際に演じていて、その空気感っていうのはなんか肌で感じたというか、すごくこう取り残されているような、やっぱりいつもだったらきっとエリスがいてくれたらきっとそこで自分の味方をしてくれたりとかあったのかもしれないけど、そういう場ではなくて、全部がこうその周りからの視線とかも多分前世のそういったトラウマもあってか、全てが自分に対してこう冷たいものを向けられているっていう、そういうのも相まって多分ああいう風に激昂してしまったっていうのもあると思うんですけど、いやなんかもうでも本当にあまり深くこう考えて発する場面ではないなというか、うんうんうん、やっぱりもう自分のそのなんで分かってくれないんだよっていう、なんならパウロには分かってて欲しかったじゃないけど、うん、なんかそういうような部分もあって、結構自分の中ではそうですね、特にその今までこうちょっとずつこうボイスも大人っぽくしてるっていうのはあるんですけど、はい、うん、やっぱ激昂して叫んだりとかした時にどうしてもこう女性らしくなっちゃうとかっていうのもあるかなっていうのはあったので、やっぱそういった時になるべくそういった部分が出ないように16話あたりからは割とより声をからしめで言った方が説得力が増すかなっていうのはありましたね。うん、確かにあそこまで感情をむき出しに叫ぶことって、要するに戦ってるわけでもないし、本当に気持ちのなんか本当に歯がゆさ、今おっしゃいましたけども、本当に気持ちの本当にもう乱れたものが出ていったっていう、いや、そういう感じだからこそのなんかあのノルンに本当にお父さんをいじめないでって言われた時がなんかもう心折れちゃったみたいな感じに、そうですね、あの瞬間の、まあ、あの作画というか映像の方も本当に表情がね一気に変わってるんですよ。本当に下をうつむいて出ていこうとするっていうのは本当に印象的というか、そうなんですよね。だからなんかもう心の描写が痛いほどこうで、しかもね、父様も父様でそういう風に大変な思いをしてここまで来たっていうのをこう見てる側は分かるじゃないですか、はい、だからなんか本当にこう演じるのもそうですけど、やっぱ出来上がったものを見ててもすごくやっぱ心にくるというか、見ていて結構辛いなっていう、そんな話数でした ね、はい、だからやっぱあの16話の終わりでもう本当に昇進しきっているルーデウスをもうああいう形で慰めてくれたエリスっていうのは、そしてルイジェルドっていうのは本当にあの今までのやっぱ第一クールでこう築き上げてきたその信頼だったりとか、そういった絆がこういった形で今度は自分を助けてくれる大事な存在になっていってるんだなっていうのがなんかより伝わりましたね、はい、そしてその16話の最後ですね、今おっしゃいましたが、話ありましたけども、エリスが、まあ、頑張ってという本当に寄り添おうというふうに信じたシーンですけども、いかがでしたか、はい、こうやっぱルーデスが一番で、そんなまあそのシーンは見てないけど、エリスは吐くほどね追い詰めてっていう、なんか過去のトラウマとかもいろいろ感じながら体に出ちゃうまで追い詰められたルーデウスに付き添えてなかったっていうのも、エリスとしてはあ、なんでいてあげられなかったんだろうとかもあるだろうし、でもじゃあうまく言葉に全部できない子だから、それをちゃんともう自分ができないことも素直に伝えた上で、でもこうしてあげたいのよを言えたところは成長だし、あんなにこう手震えながら抱きしめるっていうのも彼女の中ではない経験だろうから、それを知った2人の関係性の成長、だからまあルーデウスにエリスがいてよかったなとか、ルイジェルドさんがさらに見守ってくれてよかったなっていうと、のと、それに対してありがとうってなんか切なそうに消え入れように言ったあの一言が泣いちゃうって思う、たまんなかった。なんかそれぞれがそれぞれの距離感で見守ってくれている感じが、で人の父親をその息子さんに直接ぶっ殺してやるっていうのはなかなか言わないけど、もうやっぱ明確だなって、ルーデウスが大切なものは大切だけど、でももう傷つけるものは全員的っていうのが、
はっきりしてて、まあパウロの株はガタ落ちの回だったけど、ね、やっぱ17話のもう冒頭でそれが、うん、ごめんそうだよねみたいな、いや本当にセリフがほとんどない中で、あの映像だけでそのパウロがここまでどれだけ大変な思いをしてきたかっていうことが本当に繊細に描かれていて、ですかね、普段よりも実はあのオープニング長めに実は撮ってしっかり映像を描いて、じゃあ17話の場面写真出してみましょうかね。はい、はい、そうですね、あの一番左がもう本当に転移した直後ですよね、ここどこと、あれゼニスもいない、リリアもいない、アイフシャもいないというような状況なのが一番左端ですね、向かっての、場面写真になりまして、本当にあのオープニングで彼の、まあ、さっき森川さんおっしゃってましたけども、はい、苦労というか本当に、うん、村のみんなのために、駆使してきたというか、そういう姿が描かれたのがあのオープニングだったので、そうです ね、髪を切る暇もなかったんだなっていうのも分かるし、すごくこう、パウロとルーデウスっていうのは普通の親子とはまたちょっと違うのかもしれないですけど、確実にパウロとノルンっていうのはもうね、もうなんて言うんだろう、またこうちゃんとした親子って言ったらあれですけど、本当にこう愛情をこうしっかりこう注いで大事に多分本当に守り抜いてきた存在なんだろうなっていう、なんかそこもすごく刺さりましたね。森川さんはノルンがいなかったら本当にパウロがどうなったかわからないっていうセリフ、まさにそうだなっていう気がしましたね。またそのノルンが子供なりに絶対あれ気を使ってお父さんのところに駆け寄ったりとかしてるっていうのがもう伝わりすぎて、目線がずっとねパウロを見てるっていうのがこれでもねすごい描かれてるんですけど、そうだからもうなんかノルンの中ではパウロが絶対で、もういなくなったら死んじゃうっていうのも分かってるだろうし、でもね、本当にけなげでなんだかもう、うん、だからこそ全部が刺さっちゃうっていう か、 そうなんかお互いの意見がうまくいかなくてああなったのかなっていうのと、うん、パウロはパウロでやっぱルーデスに対して初めてのお父さんとしてのことがいっぱいあるからさ、全部そりゃうまくいかないよねって、あんな状況でさ、実際に3話あたりとかでも、うん、こうどうしてもこうお父さんらしいことをしてあげられないというか、うん、お父さんとしての威厳を、ね、見せたいけれども、うん、やっぱりルーデウスがあまりに自分でできちゃうからっていう、やっぱそういった葛藤があったっていうのも、ね、ジェラシーとかもね、そうですね、よく考えてみればあのパウルにとっては初めての子供がルーデウスであって、うん、要するに経験がない中でルーデウスがあそこまでできてしまうっていうことは、うん、いや他の家の子供はどうなんだろうってことあまりわからないじゃないです か、うん、だから結構その辺の印象がすごい強かったのか、だから一人でゼニスとかを探しに行ってたんだろうっていう変な期待感というかね、うん、いうのがなんかすごく複雑なこう親子関係を表したのかなと思いますし、うん、そしてその中でもまああのパウロが勇気を持ってもう一回話そうというふうに形で、そしてまたルーデスとして、前世のところも含めて向き合いましたけども、どうでしたかこの本当にこの法要までの流れというか、マスターの顔から本当に素晴らしかったと思うんですけども、そうですね、あの実際に同じタイミングで森川さんとは収録することができたんですけれども、あの収録のスタンスとしてはあの部屋を2つ用意していただいて、はい、うん、あの別部屋での収録だったんですよね。なので森川さんと直接顔をというか同じ空間でっていうお芝居では実際はなかったっていうのがあって、なんかそれがなんかまるでそのルーデウスとパウロのなんかこう距離感というか、なるほど、はい、その顔を見て本当に話せなかったっていう、そういった状況がこう物理的にもなんかこう収録の段階で用意されていたっていうのがなんかこうすごく意味を感じたというか、まあ実際問題こう要はその喧嘩のシーンでもこうお互いにこう息のアドリブがかぶってしまうからとか、泣いた時のこう声がかぶってしまうからとかって、そういったいろいろな事情はあったりはするんですけれども、ただでも結果的になんかこのシーンにおいてはなんかすごくその絶妙な距離感みたい な、 なんかそういったものがなんかこういう環境下であのよりこうやりやすくなっていたのかなっていう気もはいしましたね。 なのでこう耳から聞こえてくるすぐ隣の部屋にいる森川さんのパウロとしてのボイスを聞きながら、でも部屋の中には私一人っていう、うん、なんかその感じがなんかすごく絶妙で、なんか自分と向き合いつつでもなんかこうパウロがこうそこにはいてっていう、
なんかその葛藤みたいなものがなんかすごくその特に17話での、はい、あの2人の冒頭のやり取りとかっていうのはなんかすごくリアルな感じがしましたし、なのでそこでこうマスターがああいう形で顔を見てやれよって言ってくれたあの一言っていうのはなんか本当にあれがなかったらもうあのままね、せっかくああやってパウロが会いに来てくれたのに、それもまた仲違いじゃないですけど交わることがなかったのかなと思うと、やっぱああやってこう人ってこうちょっとしたことですれ違っちゃったりとか、うんうん、そういうちょっとボタンの書き違いみたいなものがある中で、やっぱりこう関わっている周りの人たちにそれぞれに本当にそれぞれの距離感でそれぞれの役割でなんかこう支えられ続けてるんだなっていうのをなんかすごくこうリアルの日常としてもなんかこう重ね合わせる部分があったりもして、なんかそういった意味でもよりなんか心に響く、そんななんか大事な話数になりましたね。そうですね、実際本当にあのマスターの一言で顔を見て、その表情を見て昔の要するに転生前の自分の経験を思い出して、うん、そこからっていうあの流れも本当に素晴らしかったですし、ギスがこうやって手助けしたのも、うん、やっぱその前の話で、うん、ルーデウスとギースとの関係ができてたからっていうのもあるから、うん、やっぱ全部がつながって、うん、で過去の前世の自分の記憶であったこととか友達のこととか、うん、もう振り返って全部がつながって、うん、あの関係性になったのが、うん、熱すぎると思って、そうだからなんか失敗しないことが素敵なんじゃなくて、うんね、失敗した後にどういうふうにそれを良くしていくかっていう、うん、なんかそこが大事なんだよっていうのをなんかすごく教わった、うんね、そうでも実際本当にさっきも映像ありましたけども、うん、森川さんのインタビュー中に2人が抱き合って、ね、涙を流してっていうシーンは本当に感動的で、もう あそこがもうあの本当にピークがガッといったところだったと思いますし、まあ、その後にねエリスも登場しましたが、はい、青タンがあそうですねいろいろあったんでしょうねみたいな、うん、お察しっていう感じと不機嫌さがあったんですけど、でも最終的にはね、うん、こう、まあ、ルーデスも良かったっていう、ちょっとなんか肩の荷も折れ、うん、降りて、うんうん、なんかほっとした顔見れたからまあふんって、うん、でも私はその後の、ねうん、父様からそういうこうサウロス様だったりとかっていう、うん、ボレアス家のところのお話とかもちらっとこう ね聞いてたからこそ、こうそれをこう心苦しかったけどこう伝えた時のエリスが、うん、すごくこうたくましいというか、こうもずっとどこかで腹は決めてたっていうのが、うん、でそれをこう内緒にしないで大丈夫だからって、うん、やっぱやってもらってることもちゃんと分かってるしっていうのを伝え合ってるのが、うん、なんかけなげだし、うん、気丈なところがより刺さったりね、うん、する中でなぜか馬に手をパクリとされてなんで食べられたのすごい本当に細かいじゃないですか、演出が演出っていうねだからなんかこう、うん、演出の方々のちょっとした、うん、結構グッと重いっていうか大事な話だったから、うん、またなんか楽しくやっていこうねみたいな感じが、そう、ね、ちょっとした遊び心かなって、うん、あと大事なルイジェルド3人形もちゃんと配ってそうそうそうみんながじっと見るっていうのがなんだこれはみたいな感じ細かくてそうですね、特殊エンディングで終わっていったのが17話、ね、見応えのある感じでしたね、はい、はい、ありがとうございます。本当に話尽きないかと思いますが、本当に16から17は本当にあと、はい、本当に森川さんがインタビューでもいろいろと答えてくれました。本当にありがとうございました、はい、ということですね。はい、なので17話、に関しましては、D アニメストアさん、それはニコニコさんであると、配信プラットフォームでも今配信、スタートしておりますので、飲んでも、見返してください。よろしくお願いいたします。はい、というわけ ですね、第17話第2クールの前半までですね振り返ってきましたが、うん、実はまだ見てないよとか、今の話聞いて見てみたいなっていう方はですね、うん、そんな皆さんに朗報です、はい、明日、第18話次が最新話が放送されるんですが、そのテレビ放送前にその直前にですねニコニコ生放送にて、第12話から第17話までの振り返り上映会、こちらを実施いたします。はい、ぜひぜひこちらの方もですね、ご覧いただいて、そして18話の、放送になだれ込んでいただきたいなというふうに思いますので、はい、よろしくお願いします、うん、明日のですね24時から東京 MXBS11 KBS 京都で、放送になりまして、24時30分から3テレビで、第18話それぞれの旅が放送となります、うん、そしてニコニコと、D アニメストアでは地上波同時配信となりますので、よろしくお願いいたします。はい、そしてですねでは
明日放送のですね第18話の予告映像をご覧いただきましょう。どうぞ。ミリス大陸を越えればとうとうアスラ王国のある中央大陸、長かった旅も後半戦ってところだな。マ大陸にミリス大陸、思えばいろいろあったもんだ。そういや考えてみるとロキシーもアスラ王国まで来るのに同じルートを通ってるんだよな。渡航とか大変だったけどロキシーはどうやって切り抜けたんだ。今度会えたら旅の逸話を聞いてみたいもんだ。それにしてもロキシー今頃何しているんだろうな。はい、予告編を、ご覧いただきました。明日の放送、そしてあの振り返りですね、配信上映も、お楽しみにしてください。ではよろしくお願いいたします。それではですね次のコーナーに参りたいと思います。はい、はい、続きましてですね公式ツイッターもろもろでも、予告告知をしておりましたが、はい、なんとこんなスペシャル企画をご用意いたしました。はい、タイトルコールを内山さんお願いします。はい、教えて大沢信弘エグゼクティブプロデューサー無職転生制作の秘密。はい、どうも。というわけでご紹介いたしましょう。テレビアニメ無職転生大沢信弘プロデューサーです。聞こえてますか。はい、聞こえてます。皆さんこんばんは。無職転生のプロデューサーの大沢です。よろしくお願いいたします。はい、お願いいたします。お待たせいたしました。お待たせしました。はい、すいません大沢さん。はい、トークが白熱しまして押しました。ま、待ってました。すいません。あ、ご覧になってましたか。見てました、見てました。ありがとうございます。どうでしょう、あのお二人からの熱がビシビシ伝わったと思うんですが。そうなんです、ね、16話17話ちょうど盛り上がりのところで特番入れていただいて、あの千の人もありがとうございます。いえいえ、ありがとうございます。照れます。この16話17話は本当に特別な話数でして、スタッフもね、絵コンテで、あの花とかトラドラとかの永井達之、まあ、監督、はい、永井さんに実はお願いをしてまして、はい、うん、16話の後半と17話、実は彼無職転生は事前に読んでいて、なるほど、どの話数お願いしようかなってバインドの大友プロデューサーと僕の方で考えて、ここだろうということで満を持して、彼にお願いをした、とても大切な話数です。はい、これに関しましてはもう制作上でも本当にアニメ化の中で肝だというふうに思っていた話数ってことですよね。うん、そうですね。はい、で彼をちょっと起用して、はい、非常にエモく演出して絵コンテ描いてもらいました。ありがとうございました。はい、本当に大きな反響をいただいた話数でございました。それですね、今日はなんですけども、公式ツイッター、そしてニコニコさんのですね番組ページで、質問を大沢さん宛に募集をさせていただきました。でちょっとまあ本当に多くの質問をいただきまして熱量もすごかったんですけども、ちょっと全部を紹介するのはなかなか難しいんですが、ちょっとこちらの方、どんどんですね大沢さんにお答えいただこうと思います。そちらの質問に関しましては内山さん、角熊さんに、代読をいただきますので、はいはい、では大沢さんよろしくお願いしますね。お願いします。お願いします。はい、では内山さんお願いします。はい、まず一つ目です。まあ、一つ目と言いつつちょっといろいろ枝分かれしてるんですが、原作者理不尽な孫の手先生、無職転生への出会いやアニメ化に至った経緯を教えてください。そして無職転生を作るにあたって一番意識して取り組んだことなどを教えてほしいですとのことです。はい、大沢さんどうでしょうか。はいはい、質問がいい実はそうなんですギュッと、まず、無職転生の出会いっていうのはちょっと恥ずかしながらですね、僕実は小説家になろうでこの作品が掲載されていた小丸先生の作品ですけど、小説家になろうでは読んでいなくてですね、今から4年ぐらい前かな、MF ブックス、まあ、書籍版の MF ブックスの編集長の金大志さんから急に、4年前ぐらいかな、連絡あってこんな作品があるんです、で無職転生の小説をご紹介いただいたんですね。でそれですぐもう本当に数日で3巻ぐらいまで読んで、あ、これは面白い、ぜひアニメ化したいって即座に編集長に理解し連絡したって感じですかね。ですから恥ずかしながら本当にだから当時なろう第一とかっていろいろその周辺情報があったらしいんですけど、僕は全然
知らなくてですね、ただ読んだらとても面白く、とてつもなく面白くて、とりあえずアニメ化したいともう即座に決めた感じです。これが無職転生の出会いで、先生はですね、ですからアニメ化が決まっていわゆる顔合わせってやつですよね、あのアニメ化スタッフとそれから原作側との顔合わせの場で、それがですから、ね、2019年ですね、今から2年前、だから17年に読んで19年までかかっちゃったんだから、2年アニメもアニメの制作スタート、あの制作スタートまで2年もかかっちゃったんですけど、まあ、とりあえず19年にお会いして、そこが初めてで、それ以降は本当にあの先生にはすごいご協力いただいて、あの文芸会議とかも毎回参加していただいたり、アフレコもね、リモートですけどご参加いただいてたり、そうですね、はい、ですから19年からずっとお付き合いいただいてる感じですかね。あとなんだっけ、もう一個あ、ですね、ある、そうですね、無職転生を作るにあたって一番意識して取り組んだこととかってありますか？まあこの作品って舞台はこう異世界というかファンタジー世界ではあるんですけど、まあとにかく僕の最初の捉え方はこれ大河ドラマだなっていうのが、まあ、あのさっき3巻まで読んだって言ったんですけど、その後あの一気に1ヶ月ぐらい12巻ぐらいまでの、これは本当に異世界の大河ドラマだなっていうふうに思って、で大河ドラマってこうなんていうか、まあ、支流があったり急流があったり、いろんな川がこう結局混ざり合って一本大きな流れになったりするじゃないですか、うん、そのなんていうのかな、一つの流れをに最後こうなっていく、でこう本当に山あり谷ありというか中を縫っていく、そのなんていうか全体像っていうのかな、結局最後一つの流れになるんで、その大きな流れをこう忘れないようにっていうか、もちろんその各キャラクターにいろんな出来事が起きるんだけども、そうじゃなくてこう全体像としてこう大河として捉えなきゃなっていうふうには最初から意識してたかな。だから、うん、真面目に話しててごめんなさい。いやいや、真面目に話していただくと困っちゃうだけなんですけども、なるほど、本当にあの大河ドラマの壮大さというか、ね、すごく感じさせる作品ではありますからね、うん、まあ、ルディのね、もちろん成長物語ではあるんですけれども、他のキャラクターをみんなこのある種川の中でっていうのかな、それぞれドラマがあって、しかも急だったり平穏だったり、いろいろなのが本当に楽しい原作だなと思いました。ありがとうございます。じゃあ続いて影間さんお願いできますか。はい、では毎週楽しませていただいております。質問なのですが、話の場所によって変わるオープニングの曲はその場所やストーリーをイメージした曲と感じ、アニメの楽しみの一つなんですが、なぜこのような手法にしようと思ったのですかと。確かに珍しいもんね。そうね、はい、ありがとうございます。いかがですか大沢さん。もう岡本監督のわがままだけです。わがまま、いや、まあ、わがままって言ってちょっと語弊があるけど、まあ、あの岡本監督のアイディアで、まあ、ある種こだわりなんですけど、まあ、我々制作人からすると、まあその普通オープニングってほら固定の映像があるじゃないですか、はい、そうですね、大体90秒ですよね、はい、その分余計に90秒分もあります。余計に作んなきゃいけないんで毎週そうですよねあの他のアニメより90秒長いんですよ本編が、うん、あのこれ制作上で言うとちょっと多少抵抗したところはあったんですけどただまあなんていうか、このさっきも言いましたけど、タイガってそのまさに、あの流れで場所が変わっていくじゃないですか、はい、そしたらまあ舞台に合わせて、映像だったりオープニング変えるのはまあそれはまあ考えてみればその通りかなと思って、まあ、乗った形なんですけど、まあ、いや楽曲作る方も大変だと思いますよ舞台ごとに。そうですね、そうですね、大原優子さんがですね、大原優子さんはあの作詞作曲そして歌唱をされていると、まあ、今回テーマソングプロデュースという立ち位置でご参加いただいてますけども、確かにもうこの間もオープニングがね16話から変わりましたからね。まあ、見ていただければ分かる通りオープニング曲比較的その風景描写に載せてるんですね、うん、ってことは、まあ、その舞台だったりが変わったごとに変えてるんですけど、このですから
質問された方のおっしゃる通りなんですけど、うん、あの舞台ごとにこう特徴があるじゃないですか、その背景というか風景に変わりますね、結構この特徴を監督がこう、はい、大原さんというか音楽サイドに伝えるんですけど、うん、まあ、それは伝え方風景なわけですよ。あ、こんな感じの曲っていうわけじゃないんですね、オーダーの仕方が。だから、まあ、中世ヨーロッパ、簡単に言うと中世ヨーロッパとか、その北欧風とかっていう、うん、その映像をこう音楽にするのって大変だろうなと思って。いやー、毎回、本当すごいですよね。音楽、楽曲聴くだけで、そのなんか世界観に本当にもう、ね、スッと入れちゃうような。うん、まあ、あの作る方は大変なだけだと思いますいやでもそれまででもそこまでこう隅々までなんかこう理解してくださってるのかなっていう感じしますね。でも舞はそこに刺さってます、やっぱりオープニングからぐっと引き込まれるのって、うん、そこの力なんで、こっちはもう見て楽しんでるだけなんですけど、ね、ありがとうございます。いや本当に私たちもでもアフレコが始まった頃はまだそういうスタンスだっていうのも知らなかったので、なんかこうずっとこうカットにオープニングってないなみたいな、そう、なんか曲みたいな感じでは書いてあるんだけど、だからなんかこう自分のキャラクターが何かこうあなんてリアクションしてたりとかするところとかも、なんか最初の頃はこうどうなるのか結果が分からなかったんで、うん、結構積極的にリアクションだったりアドリブみたいなものを息として入れてたんですけど、だんだんその感覚が、うん、あこういう感じになっていくんだっていう完成計画を分かってきてからはなんかすごく納得しましたね、うんうん、だからシナリオ段階からそのオープニング映像っていうの前はこうあのシナリオ段階から入れてった感じで、例えばですけども、あのこの間の17話ですかね、あのパウロの転移後 の, あの、まあ、彼に起こっていた出来事がちょっとあの長めでしたね、オープニングが。あそこもしっかりここはあの彼の辿ってきた道のりを描いていこうっていうのはもう決めてという感じだったんですかね。いや後からですね、あの、まあ、カッティングっていう編集作業があるんですけど、編集してたらどうしてもあそこはやっぱ尺的に長く撮りたいという監督の要望が入りまして、でそれに合わせて、そうだ大原さんにそうだかなり無茶言ったんだ、あのすいませんロングバージョン作ってくださいって言って足りないよってどうしても90秒で収まんなくて、もうはい、もう思い出しました、本当にすいませんでした。通常よりも1分ぐらい長かったですかね、もう少しかな、うん、1分ぐらいかな、うん、はい、うん、そうですね、まあ、ただそれがあの先ほどもあの森川俊之さん の, あのインタビューもご覧になったと思いますけども、すごくあのキャスト演じるキャストにもファン、そして視聴者の皆さんにも本当に刺さったなというふうに思いますし、本当にありがとうございますとしか言いようがないです。宣伝の立ち位置からにはありがとうございます。わがままに付き合ってもらってありがとうございますはい、ではですね、じゃあ続いて、まあ、内山さんからちょっとご質問いただけますか。はい、続いてこちらです。無色転生を素晴らしいアニメにしてくださってありがとうございます。今までのストーリー的にアニメは原作小説準拠だと思うのですが、漫画やナロー原作ではなく書籍に沿うことにした理由はあるのでしょうか。よろしくお願いします。はい、先ほどのなんかお話です と,、まあ、金田一編集長の方から、小説の方をまずご紹介されたと思いますが、ただそのタイミングではもうナローもありましたし、そして、コミカライズもあったと思うんですけれども、どうですかこの質問に対しては。いや、私自身がちょっとジジイなんで、そのまだアナログっていうかそのウェブ小説に慣れてないんですよ。ノーって思うんですから、その、まあ、どうしても紙で読みたかったし、まあ、金田一さんからご紹介いただいたのも書籍版でしたので、うん、あと、まあ、その僕がウェブ小説に慣れてないってこととは別に、やっぱり最初からこう小説版があるし、その、うんうん、正史というか正式版だろうなと思って一応読んで、もちろんあのその後からですけど、ナロー版とかコミックスも後から参考用に読んだんですけど、うんうん、まあ、いわゆるそのアニメ化をエントリーする際に読んでたのは小説版でしたね。たまたまかな、たまたまかもしれませんけど、うんうんうん、はい、はい、です。はい、確かに本当に書籍も今25巻まで出ますけども、本当に前回の16話17話にもありましたように、本当に人間の心情というかドラマがすごく色濃い作品が、やはりそれは、うん、まあ、これもあの僕も年代上の方なので紙で読むんですけどもなかなかやっぱ読みながら本当にそのページをめくるスピードが上がっていくというか、うん、いう感覚がもしかしたらあるかもしれませんね。そうですね、本当に一気に読んじゃいました、本当に。はい、ありがとうございます。では
こちらですね、角間さんの方からまた質問をお願いできますか。はい、参ります。あんたの推しキャラを教えなさいよ。私じゃなかったら引っ張ってくわよ。どうしたの？だそうです。エリス？実はですね、大沢さん、これ、質問者の皆さん、方からのですね、原文ママです。すごいびっくりマークが多いです。大沢さん、推しキャラをこの状況で教えてください。うん、ちょっと、なんかわかんない。はい、引っ叩かれるやつですけど。違うじゃん。エリス誰だ？ お二人いらっしゃるところでよっと申し訳ないですけど、落選した。シルフィーなんすよね。シルフィー、シルフィー聞こえてる。シルフィー、よかったね。カヤマさん聞こえてますか？聞こえます。そうなんですね。理由、シルフィーを押してる理由についてはこの後の展開とかに関わるんで、あ、深くはじゃあ。そうですね、なるほど。いや、もちろんルディもエリスも好きですよ。全然今入ってこないですもう。全然入ってこない。いや、そんなこと言ったらロキシーも大好きで、それでロキシー人形、ロキシーフィギュアが送られてきたので。あ、そうなんですね。気持ち悪く眺めてます。気持ち悪くって言わなくても。ザノバナミに毎日眺めてやばい、燃やされちゃう。大変大変。実際ですね、本当にさまざまな、先ほどおっしゃってましたけども、いろんなキャラクターの成長やドラマがあって、それがこうつながっていくっていうお話もしてましたけども、本当さっきねお話も出ましたが、エリスの成長もすごい、まあ、目覚ましい、著しいものがありますし、そしてシルフィーもそうですし、ロキシーもしっかり、成長していっちゃうんで、キャラデを変えていかなきゃいけないんですよ、キャラデザインを。そうですよね、本調に合わせて、ね、ちょっとずつ変わってますよね。そう、しかもこう大きく変わらないので、はい、とても、はい、現場のスタッフは大変だなっていう。すごいですね。ちょっと使えてます。いや、確かに先ほどね、内山さんが声の成長も演じる上で心がけてるっておっしゃってましたし、それも実は絵の方もね、ルディは本当に幼年から始まっているので、どん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 成長していくというか。でもそうですね、うん、でも本当ルディだけじゃなくてエリスもやっぱ変わってるよね。そう、15話かな、うん、で岡本監督に声徐々に変わってるんですねって、なんか気づきましたって言われて、バレたかって思って徐々に徐々に変えてったのが、やっぱ振り返りで最初の方を見るとみんな声高ってなるよね。いや、だからなんか、テレビアニメでこう見てると、あいまいまに CM 流れるじゃないですか、はい、CM の時のルディの設定がだいぶ幼少期の時の設定だから、なんかもう差が激しくて。そうだね。そうなんですよ、自分のなんか耳がちょっとおかしくなるみたいな感じなんですけど、その幼少期のシルフィーからもう刺さってるってことですか、うん、その幼少期、推しになってたんですか、推しなんですか、幼少期シルフィーから刺さってたのかという話ですね。まあそうですね、でも登場もね、ああいう勘違いで、性別勘違いから、うん、シルフィー、そうですね、泣いてるか弱い感じがお好きなんですか。あんまりその性癖を聞かれてるようでちょっとすいません、失礼しました。そういうことではないんですけど、勘違いされて弱ってるシルフィーが可愛いな、可愛いなと思って。はい、すいません、ね、ちょっとなんだかんだリモートでお会いしたことないから強気でガンガン質問しすぎちゃいました。エリスのセリフも披露していただいたのに、シルフィーというところ複雑な流れがあるんですけど、私も最初シルフィーにこう一目惚れしたから気持ちわかります、うん、みんな一回絶対通るもんね。そうなんだよね、わかる。そうですよ、守りたい。いや、そのぐらい本当魅力的なキャラクターばっかりだから、いっぱいいるからね。こんだけやっぱ丁寧に成長が描かれてると、本当に思い入れがどん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 一キャラ一キャラね、深くなっていく。みんな好きってなっちゃうんだよね。すいません、なんかこんな質問は視聴者の方から来たのでお答えいただきありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、はい、実は時間がもうだいぶなくなってしまいまして、はい、はい、でただせっかくですので、大沢さんにはですね、この特番本編の後のプレミアム会員限定コーナーの方にもご出演いただきまして、またお話を伺いたいので、大沢さんよろしいでしょうか。頑張ります。はい、ありがとうございます。ではですね、この特番本編をご覧になっている、皆さんにですね、大沢さんからメッセージをお願いいたします。はい、まあ、これまだね、作品はこれからも続いていくので、皆さんぜひ引き続き応援してほしいんですけど、それ岡本監督以下、まあ、スタジオバインドのスタッフ一同、まあ、お二人の話にもありましたけど、本当に丁寧に、もう
こっちがもうこれくらいでいいんじゃないかと思うところまで本当に妥協せずに1カット1カット1アイテム1作画ごとスタッフが魂込めて作ってますんで、ぜひこれからも無色転生を応援をぜひしてほしいなというふうに思ってるのと、どうだ千の人ちょっと、はい、もうちょっと1個宣伝していいですか。あ、どうぞ。はい、何でしょう。突如実は今日突如うちの会社でツイッターを始めましてエッグファームさんがですか。エッグファームさんのエッグファームさん、はい、で実は孫の先生からもコメントとかいただいて本当に、はい、孫の先生もし聞いてたらありがとうございます。なんか、エッグファームとかでググれば出てくるかと思いますけれども、なんでそこでも無色転生のいろいろ裏話っていうことをね、いやしないですけど、あんまり裏話話すとあれなんで千の人うちの宣伝もしてみました。了解です。あ、じゃあ公式ツイッターの方でフォローしてくださ、はい、ますね。そこからみんな飛べますね。はい、ありがとうございます。無職転生をどうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。本当におさやプロデューサーありがとうございました。ありがとうございます。以上、教えて無職転生制作の秘密でした。